LINE 出しをする際の気をつけてることなんですか。おお、いや、この体からすごい。はい、こんにちは、ムネです。じゃ、ダルです。こんにちは。じゃ、では後半ですね。はい。アウトの1番ホール、パー4です。386。さ、ドライバーでいきます。はい。後半もお願いします。お願いします。気持ちいい、気持ちいいっしょ。まだついてたね。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしがってください。髪の毛やろ。はい、お願いします。ナイスショット。まっすぐ、気持ちっしょ。では参ります。今日はカノンちゃんと太郎さんと。お久しぶりです。はい、はい、いや太郎さん絶好調です。ワンダ男、ワンダ、いや、ワンダ、いや、すごいな。OB あってのですよね。2つの熱中症予防を実施しましょう。熱中症もならない、水分補給、わかんやん、なるかもわかんない、一番なりそうそんなお前がなるかもしれない一番なってきてはやる、まあ、今年で。じゃあなんか質問募集しますか。はいよ。カノンちゃんの 2.3 万人います。まずあのまだフォローしてない方、概要欄からぜひフォローお願いします。いきます。これないか、これ俺やったー、マジ。これ167ピンまで、はい、157で乗る、160でいいけど手前バンカーあったけどバンカー苦手じゃないから奥行きよりよし。はい、8番。いい。風来てるよ。イエス。ナイス。はい。158ヤード。はい。ナイス。ありがとうございます。多分乗った。乗ったよね。乗った。なんか竿に当たった音せんやつ。本当ですか？パシャ。OB だったんで。はい。リング4から4打目。はい。10です。から。はい。115。はい。50度。あ、バンカー、あ、惜しい。上げ、ちょっと風変わりましたかね。ねえ、何歳なんですか。俺、43。あ、え、まあまあいってるんすよ。いやいや、そんな意外といってないですよね。いい年の取り方ですよね、40。これで大丈夫、普通の40代よりか。普通の40
できない。そんな感じ。そんな髪色できない。できない。できない。確かにできない。俺だからできる。俺だから。で、5段目です。5段目。56度。はい。うまい。はい、うまい。ナイス。はい、うまい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 。はい、成功。大丈夫な？あ、やばいね、それ。こういうのはどうすると？だったら、刺さる前提で。あ、そうなんだ。傾斜なりにとかじゃなくて、はい、刺さってもいいと思って、ぐしゃっ飛びすぎだな。ミスミスさんしか飛ばない。おーって言わないで、あっちに行ったの。よし、60度。うまい。ナイス。お、うまい。うまい。刺さっていいんやね、ちゃんと。うまい。ちゃんと刺さっていいみたいだね。伸びて。いや、うますぎやわー。あっしー。ナイス。もうライン読みは雰囲気なんかあるとなんか。あ、でもこれぐらいの距離だったら、こう3つに分けて考えます。3つ？この辺からどっちに曲がるかな、この辺からどっちに曲がるかな。じゃあ例えばこっちの方が切れそうやなって、こっちより、はい、切れそうやなって思ったらこっちを参考にする。あ、でもこっちで、ね、うん、例えばまあ3つに分けるってことや。まあ3つに分ける。3つに分けましょう。その先知りたい。何がとりあえず分けよう。分けよう。けそっから考えよう。じゃあ同じこういうラインだから絶対こっちよりこっちの方が曲がるじゃないですか。あ、はいはい。なんかこっちでワンボールって思ったのにこっちでもワンボールなわけないから、そうね、っていうことでこう消していきます。あ、消していくの、はい、あ、じゃあこっちで2つかな、ボール2つ分かなとか、はい、そしたら2つ分取って確認していくの、はい、なるほど。っていう、ありがとうございます。はい、超わかりやすいですね。いや、めっちゃわかりやすかった。分けましょうと。自分で混乱しとった。混乱したね。ドボパッド。はい。6段目です。オッケー。ナイス、ナイスリカバリー。いや、すな。すな。うまかった、あのバンカー。バンカーね。わあ、ナイス。ナイパ。じゃあちょっと質問いっていいですか？行っちゃいましょう。行きましょう。ガンガンいっちゃいましょう。行っちゃいますね。じゃあ、カノンちゃん。はい。カノンちゃん。あ、すげえ、知っとる人おるよ。チャンネル解説おめでとうございます。トールさんの第一印象どうでしたかね。これはいらない。いるよ。チャンネル解説しました。そういえば。概要欄からチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もう動画上がってる。うん。上がってる。上がってます。どういう動画？動画が。大声で。ラウンドの動画とか、ラウンド動画、はいはい。なんか視聴者さん募集してその人にレッスンしてみたとか。なるほど、ね、それは楽しそうですね。面白そう。そう、うんうん、まあそういうのもなんか DM でいろいろ案を出してあげてください。はい、まあ、これからですよね。うんうん、ね、お願いします。楽しみじゃないですか、それは。ね、うん、歩きながら行きますか。本当に思ってます。楽しみですよ。全然心もういや、マジで。よく言われるんですよ。楽しみです。これは楽しみですね。あ、楽しみです。薄っぺらい。薄っぺらい言われます。薄かった、今。よく言われます。今ペラペラだった。いや、ちょっと今集中してるんですよ。ちょっとあのドライバーから切り替えて。よし、では2番ホール395。はい。パーパーです。左ダメ。
ダメ？あ、左ダメですね。ダメな、左。うわ、出てきた。出てきた。まあ残ってればいいよ。あそこ残っとう、たぶん。危な。はい。うん、OB クイの外から出てきた。そんな奇跡出てくるシャフト。やっぱ気持ちよ。気持ち大事ね。根性がいい。今日根性がいいだよ。今日根性がいい。あ、気持ちはこもった。はい。ドライバーでいきます。連続ちょっと後半、はい、お願いします。うん、大丈夫。うん、はい。では、彼女は375。はい。いやー、やばいよー。みんなやんか。いやー、金木犀の方いった。みんな左だ。しゃあないのよ。カットで。カットね。カットしたい。気持ちわかる。カットしたい。うん、やっぱ風なんかな。風となんかこの狙いが定めにくいコースが。そうね。目印がないもん。ね。ほら。よし、1球目。1球目。1球目でなかなか言わないでしょ。あんまり言わないですね。あ、1球目打ちます。あんまりないよ。暫定球1球目ってことね。はい、お願いします。いやー、ミスりそう。またやばー。 OKOK。 あー、 OK。 OK。 うん、風がやっぱえぐいわ、ね、上げがね。トールさんの第一印象は大丈夫？あの質問コーナー、質問コーナーね。あの 7x7 の 7x7 の第一印象やばいやろ。ゴルフ場じゃないし、ゴルフしたの初めて。あ、でも朝回るときに朝撮っててプロかなって思いました。アワペツって、なんかあんなプロの方も、男子プロの方もなんか、うん、来られてるんや。雰囲気で。雰囲気めっちゃ色黒いし。俺さ、この間声かけられて、 おじちゃんにあの色紙持ってきて、ペン持ってきて、うん、バッて近づいて来られて、あの、平和月さん、いつも応援してます。似てるけど。俺も間違われてる。いや、なんか俺、もう一人なんか、うん、横浜のゴルフフェアかなんかで、うん、さっき日賀和樹さんって宗光さんですかって声かけてしまったんです。日賀和樹さんにも宗光さんですかって声かけて。それ日賀選手に気まずいよね。何言ってるやろ。そんな似てないやろ。確かシルエット似てるよね。シルエット、麻生さん、日賀選手にどう思うかよね。いや、俺もあと面識もないの。ないです、日賀選手、ね、ないですね。ただなんか山形くんとトヨタカップで本戦で回ってたんで、同じ組で、ね、山形君のことを知ってるっていう。あ、知ってるんだね。え、比嘉選手これって言ってね、間違わられるの面白い。165ヤード。はい。あ、バンカー。
はい。135。はい。9番に行きます。はい。風すごいな。おー、ナイスオン。ナイスオン。風やね。風すごい持って帰りましたね。風がめっちゃギリギリ。風えぐいけど、これ120ヤードで、はい、9番とかで届くかな。サロさんに何番ってあります？いや、1番で。あ、1番で、まあ、9番あげるかもしれない。でも足りんかった。そう、抑えます。あ、じゃあ2番でちょっと抜いていい？じゃあ120ヤード、はい、2番でぐらいあげる。はい、3番手上げます、9番。今日、激上げだし、すごい風。ちょっと抑えるの。いやー、久々、力入るわ。TV 史上初やない、こんな暴風。そんなに台風。まあでも雨よりかはいいよね。まあいいよね、はい、我慢しよう。はい、我慢。頑張ろう。根性です。根性です。根性。間違いない。ダメ。耐えです。他のゴルフチャンネル出ないよ。あの、根性です。どうやって風の時のゴルフうまくやるんですか？根性です。気持ちです。気持ち。ホールオフティーだけ。根性論。根性論。でもどうやるとやっぱ低い球。球は結構低い球を心がけます。あ、心がけて。そういう低い球を使おうとしてミスとかが多いよね、アマチュア。確かに引っ掛け。使えない、いかんよね。58。よし、じゃあちょっと段の上にあるんで転がしにかかります。かかります。56度、35ヤードぐらい。せっかくボール残っとったけどね、ちょっとうまい感じに。おお、ナイス。よし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 、ナイス。登録いいね。いいね、転がしの時の。安心安全です。止める定方ウェッジと。いやー、止める60度の定方ウェッジとね。うん。登録。ありがとうございます。5打目ですね。はい。ナイスパー、ナイスパー。気持ち。ナイスパーです。パーでいいよ。オーナイス。思った通りや。気持ち一緒。気持ちっすね。気持ち持ってかれそうになっとうや。気持ち気持ち。ダメ、ヘラになりそう。やっぱこのチャンネルに来たら気持ち持って帰ってもらいたいね。
気持ち持ってくる太郎さん待ってよ距離よ距離なのぐらい引けた急に向けてますやん頑張りましょうじゃあ前詰まってるんで、はい、なんか質問いきますはいゴールデンバレーでお見かけした時可愛すぎてビビりましたなぜ可愛くてゴルフも上手いんですかあそういう質問なぜですかなぜですか、 なぜですか練習してるからですよ可愛さもですか、はい、可愛くてゴルフも上手いんですか何ですか結構練習やるんですか練習そうですねもう週練習場とか練習場でコース行ったりとかあーコースもめっちゃ行く、まあ、週4ぐらい週4すごいねそんな行くんや結構回ってるかもしれないえ、そもうそういうさこうプロ目指しとる人たちの1日のルーティンってもうバラバラやろうけど基本もうラウンドしてで、その終わった後練習行ってトレーニングもするんや、はい、なんか一回ね、俺カノンちゃん YouTube かなんかテレビかなんかで見たことあるじゃん、うん、あの、ゾゾスーツみたいな着て、うん、レッスンこうしてもらえて本当なんかトンネルズのあの黒フィッツあ、でなんか丸の点々がついてて、はい、なんか測るあー、あるね、あるねで、あれもう科学的なんかいろいろ分析するよね、はい、すごかったよ、あれでなんかいろんなのをまあやってるんですね。なんか理論みたいなのあると、その この理論でやってますけど、なんかフォースタンス理論とか。何理論かわかんないです、ね。わからん。まあなんかスイングこうやるよもんね、いつもルーティンで。その時に習った人のやつでやる。では3番ホール441のパー4です。長いわ。長いね。うんあのペットを狙います。おお、ナイス。よいしょ。うわ、完璧だ。決まりましたね。ちょっと雨やめてほしい。雨降らないです。ドライバーです。太郎さん。ドライバーですが一番元気ない火が消えてしまったどうしたこうか取るんだろうあわマジかいや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 もうわからなくなってきた左でもあれ OB じゃないワンペだった296ヤードはいうん、大丈夫帰りまーす ありがとうございました神戸に帰りますさあはいよはい、なんかちょっと技術系のこともね、来てたんでなんかライン出しをする際の気をつけてることなんですかまあ、ライン出し使う派ですかライン出しは、そうですねあんまり使わないんですけどあ、そうですねなんか道路のイメージよね、ライン出し、うん、なんか男性の方が多くないですか、ライン出しいや、そうそう抑える感じね、はい、抑える感じあんま使わないですけどボール右に置いてあ、右に置くんだへぇ、フォローを低くするイメージですかね、うん、あ、パーンって感じね、はい、フィニッシュまで行ききらないようにもう強いて、もうどういう時に使うあ、でもつま先上がりとかでこうちょっと左に行きたくない時にあえてフェイス開いてちょっとカットに入れてピンまで180ヤードですえ、普段はもうドロー持ち球普段はそうですね、ドロー系なんであ、で、つま先上がりでカットで打つ時もある結構こう左に行きやすくなっちゃうんでちょっとフェイス開いてスタンスもちょっと開いてカットに入れてまっすぐ行かすはぁ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 やっぱそういうね、上手い人やっぱ言うね大事なんやね、やっぱそういうことはできんといかんどうせ届かないんで、はい、はい
うおー、いや、すごナイス、この体から出てくる今の球これ、ライン出しとはまた違う、パン低く打っただけ、ライン出しみたいな感じ、みたいな感じない、あれかっこいい、フィニッシュが違ったね、なんか球、ミスミさんを思い出したね、はい、すいません、お待たせしました、はい、190ヤード、はい、アゲンスト7バウンドです、はい、うまい、近いですか、ナイスオン、ナイス、ちょっとオーバー、うまじゃあ165、はい、激上げか、1番手上げて7番でいこうか、手前から、はい、早く届かんで乗らんやったらもうアプローチ、あーちょっと前風上げ、じゃあちょっと太郎さんにも質問いいですか、あそうそう、いや久々ですね、なんか確かに太郎さんの質問怖かった、あめちゃくちゃ来とるやん、 NG なしでいいんですか、当たり前でしょ、あ質問来てます、 QI 点は合わなかったんですかってっていう動画のこの回で使ってますね、もうまさに、はい、昨日おととい装着して、いやすごい合わなかったっていうか、あの、うん、ベンタスレッドに色が合わなかった色がカラーリングがカラーリングがで、今回ベンタスブラックに変えたから結果的には色が黒だから合うやん、黒いだから QI 点は装着してます、今からです、スペックとかじゃないっす、スペックじゃないんですよ、俺は色っすね、ちなみに QI 点あれ何度なんですか、あれ 10.5、 あ 10.5 ですか、そう意外となんかハイロフトっていうか、俺はあんまり起きてるやつは苦手っていうか、まあでも捕まりやすいしいいですよね、うん、まあ簡単にしたいね、クラブはね、自分ももう今柔道でしか使ってない、うんうん、まあまあ色ありますよね、はい、波はありますよ、まだ波は、ね、今日初おろしなんでドライブは、うんうん、今日は多分全部風のせいじゃないですか、いや風すごい、優しい、ありがとう、うん、ああ違うよ、ありがとう、こんな大人になっちゃいけんやつやよかった、子供おらんって、いややばすぎる、子供おらんでよかったよ、子供おらんで、いやありがとう、優しい、そういう時はキュンとするよね、ちょっとねキュンとしちゃうよね、まあ、そういう一言でまたプレーも変わりますね、弱い時にね、やっぱねやられるとやっぱキュンとしちゃう、はい、はい、おーナイス、ナイスアプローチ、ちょっとフックラインが入ってるんでちょっと右に打ち出して、うん、56度ぐらいで転がします、なんじゃん、体のこう使い方がうまいね、え一体感あるよね、さっきのやばくなかったスプーン、すごい体の捻転が ね、ワンピン右、まあ気持ちいいっしょ、うん、長めの、長めのバーディーパット、バーディーパットが残りました、切れろ、切れんのか、切れない、あでもナイスタッチ、うん、ナイスタッチです、うまー、
ナイス。バディ。イーグル？イーグル？イーグルなわけ。よしよ。はい。続きます。はい。バーバット。さらっと外すとかあるはい、ちょっとするよね。いやナイス、ナイス、ナイス、はい、ナイス、完璧。急に何があったパスイングの基本とアドレスの取り方のポイントを教えてください。してること、カノンちゃんが今は意識してること。アドレスは結構お腹につかないですね。